本当に存在したんだ。サイクロン号。あんな、ふざけ。いや、個性的な名前だから、俺もてっきり冗談かと思ってたぜ。確かに工事現文明の航空機だね。ただ、コンロンの機種とも違うように見えるね。なあ、これは次元通販で買ったんだ。あそこサービスいいし、なんたって24時間。あ、言ってた。だから無理しちゃダメよ。こんなのカースリキスですよ。あのロン毛野郎に人は沸かせないとね。それに、 それに必ずユシャちゃんやメアちゃんの兄貴を助け出すぞ。ベティの鬱憤を晴らすつもりで行くぜ。クルさん、ありがとう。ありがとう、ウルア兄ちゃん。もう今日は可愛い女の子二人に免じて、その無鉄砲な行動も許してあげるわ。俺からも礼を言わせてもらう。ベティの代わりだ。 隠れがあるみたいだ。探してみな。 ウルさん、安全な合流場所を探しに行くって言ってたけど、一人で大丈夫かな。ウルは言い出したら聞かないやつだから、今はあいつに任せてやるべきことをやりましょう。 僕の動きでシート取れる？邪魔だ！こいつだ！はっ！僕が相手だ！コロコロコロ！
Thank you.
気を使うぞ。出てね。こいつ。はっ。よし。なんで。それでも内部には必要最低限の戦力は残しているはずですから、気を抜かずに。 装置、前にメグが言ってた流脈エネルギー抑止装置じゃないか。本当だわ、こんなにたくさんあったなんて。エリュシオンもお金持ってるのね。装装置には流脈エネルギーを抑止する機能がありますが、これだけ配置してるのはまさか抑止だけじゃなく、これら戦闘機用に流脈エネルギーを調節することもできる。あいつらの技術なんて考えるだけ無駄さ。 とにかく、コンロンの科学は宇宙一。店長、それただの精神論。あらら、敵だわ。ごめんなさい。手加減なしよ。 それでおしまいよ。悪くないな。制圧。